インタビューはインタビューですか。あ、はい。本当ですか。ご飯食べて帰りましょうよ。はい、はい、オッケー。ちょっと皆さんに今、これ何を言わせていただいて。ドイツニュース。ドイツ。ドイツ関東。でも私はアメリカ人。いろいろ調べて。もう調べていろいろ分かる。いろんなこと。オッケー。まだまだですよ。勉強させてもらいます。足んないです。勉強させてもらいます。こんなんで同じ問題。これ喋る。同じ問題。はい。勉強させてもらえないから。国産なんて反対なんですか。アイデアいただきたいんですよ。あ、そうそう。どんどん。俺は大丈夫ですか。俺が代わりに喋りますよ。これ専門だから。問題。ここ攻めろとか。組織に反対する理由を教えてください。はい。自分は電話とかもちょっとできないんですよ。裏天皇っていう。裏天皇。バックエンペラー、裏天皇っていう家系に生まれて、江戸時代に徳川家康にその権利を渡した家柄なんですけど、それで今回天皇陛下から、ある筋で、ルートで岸田総理大臣がお金をばらまいてるから国葬に参加しないっていうことを表明しているということで、それを言ってほしいと。500万円、300万円、200万円、100万円でランク付けがあって、国葬に参加するとお金を払っていると。それで、そして国葬に参加しなくても日本の、国会議員には、お金が支払われるということなんですね、不参加で。ということで、天皇陛下が参加しないのに国葬ということは言えないし、その文鮮明という統一教会の教祖が、メシアではない、統一教会の信者の山上徹也容疑者、安倍晋三を暗殺した山上徹也容疑者も救うことができないのにメシアということは絶対にないし、その日本の国家の象徴は天皇陛下なので、統一教会を勧誘してた総理大臣とドナルド・トランプという大統領がを、崇拝するみたいな形になるので、国葬は絶対に反対なんですね。で、自民党での統一教会と関わった議員は、排他するということで岸田総理は言ってるのに、その安倍晋三の統一教会を勧誘してた総理大臣安倍晋三を処罰しないということを、メディアと野党も隠していた。与党はもちろんのこと、野党も隠してた。日本の議員全員が、全員とメディア、テレビ、新聞、雑誌、ラジオが隠してきたのに、その統一教会の勧誘をですね、安倍晋三の勧誘、ドナルド・トランプの統一教会の勧誘を隠してきたということがすごく問題で、国民が何を信じていいのかということになるので、これは絶対に国葬はやらせてはいけないというところで、今回デモに参加させていただきました。はい、ありがとうございます。最後に、あなたの名前は。私は小山慶吾と言います。YouTube やってます、自分も。YouTube で今2年半ぐらい生活してるんですけど。はい、名前はもう一回。小山、COYAMAKEIGO、小山慶吾です。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい。OK、ありがとうございました。じゃあ、ほんま誰でもは、俺はいい。OK。はい。YouTube で終わっちゃうんですか、これ。OK。はい。みんな。